おはようございます。シンガーソングライターのアリスです。ですね、ちょっと今回は、こういった感じで、なんかいつもとはね、違う雰囲気でお送りしたいなと思うんですけど、タイトル見てくれた人はわかる通り、ちょっとアリスね、新しい機材を購入したんで、ちょっと今日はみんなと一緒に開封の儀っていうのをしていこうと思うんだけど、機材で言ったらね、実はアリス今までこの初代 MacBook Pro、もう8年ぐらい使ってるのがありまして、このノートパソコン1台今持ってるんだけど、これで楽曲制作だったりとかをしてるんだけど、ただやっぱりこうやって YouTube とか、あとレイドバックスってアリス他にもチャンネル持ってて、レイドバックスの動画編集だったりとかっていうのも最近は増えてきていて、まあそういうのにも必要かなって思いつつ、あとはその楽曲制作とかも、この MacBook Pro ではプリプロ、本番のレコーディングする前のプリプロの段階までを自分の家でやるっていうのをやってはいるんだけど、今後ね、やっぱこういう世の中の状況になってきてるから、家でも結構なクオリティまでのレコーディングができる環境作りっていうのもしたくて、ちょっと今日は奮発してとってもいい機材を買ったんで、みんなと一緒に開封していこうと思います。 What's my name? Alice。 はい、すごいでしょこれ。これアリス今座ってるからあれかもしんないけどさ、顔しか出てねえっていう感じなんですけど、こんなでっかい箱で届きました。さあ何かな何かな。じゃあ開けていくよー、みんなで開けていこう。なんか久しぶりに でっかい買い物したなって感じはあるけどね。あ、開いたー、やばーい、ドキ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 。これね、見えてんだよもう、箱イン箱が。いくよ、これ無理かな。違った、こう開くんじゃなかったわ、はつ。こうやって開くものでしたね。嘘、すごいでかいんだけど、うわでん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 。アリスが何を買ったかと言いますと、これ持てるかな、重たいな、え、よいしょ、熱い。はい、こちらでーす。じゃじゃーん、 iMac の新しい27インチのデスクトップのやつですね。アリスが見えないぐらいでっかいです。じゃあこれを開封していきましょう。さあ、そしたら箱ね、次この箱を開けていきます。やばい、テンション上がるんだけど、本当にピーほら、 iMac 来ましたね。やだー、楽しいよー。なんか Mac で購入するとき、まあ別に電気屋さんとかで購入するときもそうだと思うんですけど、スペックが自分で選べるので、今回はアリスがどんなスペックを選んだかっていうのもみんなに教えながらやりたいと思います。何これ、取れなくね。あ、これなんだろう、これキーボードですかね。これキーボード、そうだね、そのキーボード。開けてみからも。じゃまずはこれ、なんかボックス出てきたんで、あー、キーボードですね。まずはキーボードが来ました。続いて発泡スチロールです。これ本当はこういう開け方じゃないんだけどさ、どうやって開けていこう。では次はでれーん、あ、見えないね、ほんと。はい、発泡スチロールと、これが電源かな、電源のコード。すごい重いけど、こんなくらいのサイズですね。アリスの顔がこんなんで、こんぐらいのサイズの、これが27インチの iMac です。じゃあこれを剥がしていくか。あー怖いね、慎重に慎重に。あ、アリスよりみんなが先に画面を見たでしょこれ。だるーすごーい、買っちゃった、イエーイ。さあ、ということで、たまーん、アリスの新しい相棒が登場しましたね。出てきてくれてありがとうって感じなんですけど、まあちょっとここから
スがどういうスペックにしたのかっていうのをちょっとみんなにも、お教えしようかなって思います。でまずはねちょっと電源をつけるからやっぱりフィルム剥がさないとっていうところだよね。はいー始めましたよー。あれね実は5、6年ぐらい前にデスクトップの Mac のやつ持ってたんですけど、まあ、やっぱこれぐらいの27インチってすごい大きいですね。なんかデカさがあってすごい迫力があっていいと思います。ではあれこれ電源どこにあるの、どこにあるの電源電源どこだよ。さあそれでは電源をつけていきます。さあどんな感じなのか、うわてかさこのアリスのさ机に対してこのデカさ結構目疲れる臭いかもしんない。やばいかも、置き場所考えないとね。これは電源入れろって。入れました。遅いねこれまだ設定してないから。あキーボードのこれを入れろってこと。硬っ。これ何ですか。ようこそ Mac との Mac の登録の設定ができます。ここはここどこ、ここジャパン、ここジャパン撮ってる久々すぎるんだけどこういう設定。ネットワーク、あこれ設定しないとダメじゃん。別の Mac または Windows PC に重要な情報がある場合この新しい Mac に転送できます。今が情報転送してる。何これ iCloud に保存するかどうか。まあ保存してもらった方がいいですね。ファイル何ですかこれは、暗号か。とりあえずやるならやってください。あ出たこれね、背景みたいなのさダークにするの流行ってるけど、アリスノートパソコンを今ダークにしてるんですけど絶対にライトの方が見やすいから、みんな言っとくけど絶対にライトの方が見やすいから。はい、ほんでこれ何、トゥルートーン、何あの黄色っぽくなるやつ、あの夕方とかになるとナシを試す。ああナシがいいね絶対。あシステム環境設定のディスプレイでできるかと、できるとおっしゃってます。はい Mac を設定中です。まあなんか細かい設定とかもう一回やり直したいなみたいなのとかはだいたいあの後から設定できるんで。岩はじめましてのね背景が岩です。いいですね、素敵。27インチの新しいね iMac 立ち上がったところでアリスが選んだスペックをちょっと皆さんにねあのお教えしましょう。まずこれね、これ標準ガラスじゃあアリスもねあんま慣れてないからこれなんか淡々という感じになっちゃうけど、それはもうあの分かって CPU っていうのが 3.6GHz 10コア第10世代インテルコア IQ プロセッサーだって次メモリが 32GB で2666MHz DDR4 メモリ合ってますか、はい、はい、だそうです。で次 GPU、 もう GPU っていうのは何だっけ、グラフィックの性能だね、グラフィックの性能、はい、これが Radeon Pro 5300、これは 4GB の GDDR6 メモリが搭載されてます。こんなとこまで言っていいのいいのかな、いいの、うん、うん、はい、続いてストレージですね。うん、これみんな結構悩むとこだと思う、ストレージって。うん、アリスは、1テラにしました。1テラバイト。うん。で、SSD ストレージですね。はーい。あとは、インターネットは、まあ、の接続は標準にしてあります。そして、キーボード類は何を使ってるのかと言いますと、マジックキーボード。これです。で、これは、US のキーボードの設定にしてあります。うん。この、テンキー付き。にしてますね。これもあの皆さんあのお好きなようにできますので、選べますので選んでみてください。そしてマウスなんですけど、マウスはマジックトラックパッド2、うん、を使ってますね。っていうのは、アリス初代の iMac Pro をずっともう8年ぐらい使ってるから、やっぱこの、なんだろう、こうやって操作するのが結構ね、慣れちゃってるんで、今回はマジック、なんだっけ、トラックパッドにしました。はい。っていう感じだね。まあ、あとは、データとかも、こう、なんか、接続して、こう、
映したりとかも自分で設定して、まあこっからこの新しいね iMac27インチのものでちょっとあの制作だったり、あと動画の編集とかもね、動画の編集動画の編集とかもね、ガンガンにやっていこうかなって思います。だしちょっと今日はこういう風にいつもと違った感じでみんなと開封の儀みたいな感じで喋る動画を撮らせてもらったんだけど、ちょっと今後アリスの、このアリスオフィシャルクラブの YouTube チャンネルの方では、最近 TikTok でどういう風に、アリスがアレンジの曲を出してるかっていうのをとか、そういうアリスの制作風景みたいなのもどんどん上げていこうかなって思うので、ぜひぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー、アリスでした。